神は私たちを荒野から連れ出し、豊かな知恵とお導きになられました。神の愛とお恵みに感謝します。エメン。食べなさい食べなさい。いや私ね、いつもこれをやってみたかった。ほら、よくあるでしょ、外国映画で。お母さんがいたんだろう。お母さんがいたんだろう。大丈夫大丈夫大丈夫。ふるふるしなくていい。あれ、千景、ほらほら千景、あんたも食べなさい。千景、俺のに肉全然入ってないぞ、入れろよ。ごめんなさい、お兄さんも許して。またかよ。あのな、俺はただ肉が入ってないって言ってるだけなんだ。これシチューだろ。私をぶって、そう、私をいじめて。そういうじゃなくて、俺は肉が欲しい。ぶって、いじめて。そういう趣味はないんだ。肉が欲しい。お仕置きをして。いや、そうじゃなくて、ケツじゃなくて肉なんだ。俺が言ってんのは肉入ってねえじゃねえか。やめなさい。やめなさい。俺の肉を握って。なんですか、みっともない肉肉肉肉って。もう情けない。そろそろ街に出たいよね。あのファーストフードも食べたいし、パチンコもしたいし。何がファーストフード、何がパチンコですか。この大自然の中には遊ぶことはいっぱいあるじゃありませんか。そうですよ。お姉ちゃん、お食事のところお邪魔して、ごめんやしてお連れやし。私は旅の途中のローマでしてな、ヘンデルとグレーテルのように目で奪われてしまいましたじゃん。パンの切れ端、スープの残りでも恵んではくだならないかな。ほら、見せてよ。ほら、早く。
の一員になろうかな。まあ差し詰めはお前の兄貴ってとこだな。ねえ、お父さんだろ、お父さん。パパ。はい。ねえ、僕は長男じゃん。いや、全然ね、僕は末っ子でもいいんですよ。そういうのこだわんない。おい、こら、やるんか。なんだお前、この野郎、喧嘩売り来た。腕相撲でな。腕相撲。やってやろうじゃねえか。今まで一度も負けたことがないんだ。おい、負けたことないんだぞ。その代わり俺が勝ったらここにいることに反対しねえな。やめたな。ちょっと待って、ちょっと待って。おい、お前結構いい筋肉してんな、これ。やってんだろ、これ。やめろよ、お前。くすぐってよ。笑った？腕相撲の前に笑うと負けるって。はい。本当かよ、俺。なんで？俺笑ったりしないから。くすぐってよ。あ、ダメだ、これ。俺もダメなんだ、これ。やばい！おい！汚れんで使いよって変わってやるじゃねえか。しかもね、頑張れ、頑張れ、頑張れ、行こう。やっちゃおい、ずるいよな。おい、覚えておくよ、今度やるときは笑わねえからな。僕は長男ですか、それとも次男？いや、そうだな。まあ、とりあえずは居候ってとこだな。いや、まあ半年間ここにいて何も問題を起こせなかったら家族の一員にしてやろう。しかしな、ここに住むにはいろいろとルールがあってな、その中でも最も大事なのはな、家族間の恋愛は一切禁止だということだ。この決まりを破ったら直ちに追放ですよ。お母さん。はい。そろそろ寝るとしましょうかね。そうしましょうか。すいません、すいません。はい、あの、僕は全部寝れない。あら、ベッドも上も下も全部いっぱいなのよ。あ、食堂の隅の方にでも寝てちょうだい。食堂？あ、花子、毛布持ってってあげます。もう、うちの家族はね、アダムスファミリー3って言われてんのに。食堂の隅で寝るんでしょ。怖いわよ。キャーッ、なっちゃった。お前らがよっぽど怖いよ。ねえ、本当にここで寝るの？そうよ。そのうちベッドは自分で作るといいわね。ここへ来て一緒にお話ししませんか？いやよ。どうして？男と女がこんな状態で話なんかしたらどうなるか分かってるわ。どうなの？言えないわよ。どうなの？言えないわよ。こうなるのよ。こんななっちゃうわけよ。もうやだ。分かってるじゃないのよ。肉なんかあるの？山川さんの家行ったら分けてもらえるよ。昨日そう言ってたから。
行ってごらん、ね、工事返すんだよ、うん、何のことない。お前はちょっと借りたつもりかもしれないけど、人は誤解するからね。早く返しときな。何をさ、何のことだよ、母さん。お前はさっき、そっちから自分のポケットに移動させたものを、ポケットからこのカバンの中にもう一回移動させるの、分かった。あ、僕のこと泥棒だというの？あっちのものをこっちへ移動させてると。いや、お前は泥棒じゃないよ。ちょっと借りてるだけだろ。だから、返しときな。僕は泥棒だよ、盗んだんだ。なら返しなさい。僕泥棒じゃない。なら返しなさい。返さないよ、僕泥棒じゃないもん。なら移動させなさい、ポケットのものをこのカバンの中に。ね、はいはい、うん、私これから、いいから早くしなさい、ね、ああ僕泥棒じゃないよね。違うよ、盗んだだけだよ。そうなんだよな。コージ、お前は泥棒じゃないよ。だって何かを盗んで自分のものにして得したいなんて考えてるわけじゃないからね。ただ遊びなんだよね。コージ、早くカレー作っといて。それに今日は晩御飯の後、みんなで庭で焚き火。ああ、そうか、ね、はいはい、あら、大事なもの私も忘れてた。ほら、おいで。手紙、お前のお母さんからの、本当のお母さんからだよ。いらないや、そんなの。俺のこと子供の時から何も構っちゃくれなかったんだよ。勝手に親父と離婚して働きに出て、夜遅く帰ってただお金をテーブルの上に置いとくだけだったんだよ。夜だっていつも一人で近くの食堂で食べてたんだよ。でもそれはお前のために働きに出たんだろ。違う、そうじゃないんだよ。外に出たかったんだよ。うちの中で掃除や洗濯をするのが嫌だったんだよ。外で一生懸命やってるのが楽しかったんだよ。そうでなきゃ夕食に間に合うようなパートかなんかの仕事につけたはずなんだよ。そんな手紙読みたくないや。コージ、コージ。よいしょ、バッション、よいしょ、よっか。え、なんでよこんな時間から。それ焚き火は一平兄さんがやるんじゃなかったの？俺を後継ぎにするんだってさ、ありがた迷惑だよね。火つけよ、火。出てくるっていうのか。いや、そうじゃなくて、実はあのー、
皆さん見たところ食べていけてるわけでもないし、かといって月に一度の町への出稼ぎですが、これもなんか全く将来性がなさそうに思います。そこで私はまだ居候の身ですが、皆さんにある提案をしたい。皆さんで大道芸の一座を組まないかということです。ファミリーで大道芸、これは絶対に受けます。しかもそんじょそこらの大道芸とはわけが違う。サーカスある、ああ魔術ある、ああ歌踊りありの何でもありのエンターテインメント、私が特訓しましょう。芸に必要な道具は作れるものは作る、調達しなきゃいけないものは間違って私が調達をしてくる、あとは皆さんの特訓があるのに。実はですね、私はそういうのをやっていた劇団をこの目で目撃してます。あれは去年の暮れ、浜松町から徒歩5分の劇場で、東京オールドブラザーズ、あそこの連中はひどい。私が宮崎ですよ、一輪車で3人の女の人が出てくるんですよ。ここだけの話、ラグビーまでほとんど成功したことがないって言います。ラグビー、そうだと思えばですよ、ボール4個や5個なら分かりますよ、ボール2個もろくに扱えないジジイとババアが出てくる。ほんとおっさんとひどいですよね。いや私見たくない。あれ見たらお二人自信つきますよ。私が特訓したらあんなもんじゃない、もっと完璧なエンターテインメントを作り上げる絶対の自信がある。あなた何やってた人？もう隠すこともないでしょう、私はサーカス石座にいたんです。じゃあさ、あの木を使って空中ブランコでもやってもらいたいな。ついでにさ、首つって死んだら。Thank you.
単純だな姉ちゃんってなってたから、だってやることは決めなきゃいけないんだよ。決めたんだよ。おいおい、あのね、ナナと姉ちゃんとハルちゃんと3人で一輪車するんだ。嫌な予感がする。なんでだよ。なんかすごい、ものすごい絵が浮かぶんだろうな。なんで あんまり成長しないらしい。やってみてないよ。なんだよこれ。あ、さっきまで焚き火してたからね。いや俺もいたよ。そうじゃなくて、こういうのは下っ端っちゅうかよ。あの末子は勝たすもんじゃねえのか。ダメ、姉ちゃんが悪かった。ぶつけ使っていじめて。姉ちゃん、姉ちゃん、んいいんだよ、俺にはそれしなくていいんだよ。俺対処できないからね。許してくれる、うん、ありがとう。片付けよ、はい、よいしょ。あ、それより